こんばんは、ヒアです。ではボーダーランス3ですね、ダウンロードコンテンツのハマーロックの結婚式ですね、やっていきたいと思います。未解決事件のね、続きがね、ここハンカウントにあるそうで、それでやってきましたけども、旅番組か。ヘイスリー、はい、40分経ったら教えて。タイマーを40分にセットしました。ここか。はい、じゃあやっていきましょう。今回もメイヘム10で、ギャラクシーブレイン、一応最高難易度のはずなんだけど、の割には意外と来るのか。オペレーション成功だな。あれ、ほらほら、かかってこい。あ、これ本当にメイヘム10なのか、本当に最高難易度なのか。誰かそいつを弔う歌でも歌ってやれ。さらに強くなってきやすいぞ、このアーティファクトで。連続ヒットを成功させると最大で15回までヒットごとのダメージが1% 増加する。それまあ 15% しか増加しないってことだけどね。最大に到達するとさらにプラス 90%。 うん、えぐいな。これだけで多分十分なダメージがいくよね。なんかこっちの方が強いのか。うん、強いね、こっちの方がね。こっちの方がっていうか、もともとこっちの方が強いけど、こっちは強いけど、えぐい。どっち向かえばいいんだ。そっちか。これぞ生きがいだ。楽しい風台のとこ行こうか。目障りだ、消えろ。普段とか何なんとかさっぱりわからん。
出てくる。マーラで行った時にどんだけこうサイドミッションを突っ飛ばしたのかって話だね。事件なんだ。手を貸してくれないか。おう。うわ、来たのか。なんで残念そうなんだ。上の空で悪かった。受け入れるのがなかなか難しい出来事だったもんでな。自分の娘を忘れるなんて、呪いのせいとはいえありえないだろう。俺はなんて最低の父親なんだ。お前のせいじゃないさ。あんまり自分を責めるなよ。効果を集中させたんだ。こうすればいけるんじゃないかと思ってな。そのあの子が今いる場所へ。あ、これを取ると、じゃあ外に設置しよう。ちょっと待って、こっちから声聞こえるんだけど。うわ、ひどいセンス。なんで服着てるの。濡れ、迷惑するから早くぶっ殺さなきゃ。あんたの黒歴史だけど、みんなこれは弟子か。無慈悲な心と大衆受けの象徴です。辛辣な絶望と射抜くような才気の持ち主。像を壊したのでもう騒ぎを起こすことはないでしょう。今のところはとかじゃなくて、ちょっと待って、これか。撃たれたくなきゃ今すぐ回れ右して帰ることだ。はあ、つまりバトルがお前の望みということだな。よし、バトルだ。よせよ、娘の前だ。なるほど。ではバトルは別の機会にしよう。ところでなぜ町から離れた場所で暮らし、楽な場所だからな。ここならこの子の安全を確保できる。安全か。カリウドたちに近づかないよう言っておこう。さすがだ、優しいな。ありがたい。お前のためではない、娘のためだ。お前はまだ俺の友ではない。バトルをするまではな。ありがとう。礼には及ばん。森は危険な場所だ。生き延びるにはありったけの回復が必要になるぞ。それは娘には食べさせない方がいいと思う。おいよ。俺に話か。仕事の途中だろ。うん、そうだね。で、こいつはそのどうなるんだ。俺の勘を信じてくれ。こいつは当たる。さてどうしたもんか。こいつを撃てばその次元サーボとかってやつが作動するのか。そうなのか。おう、私を忘れちゃったの。どう答える。違う。いや、確かに忘れてたけど、パパを許してくれ。寂しかった。アイリス、そいつから離れるんだ。どれ、これ？無理だよ、パパ。ごめんなさい。待て、アイリス。早く追いかけよう。
おう、え、宇宙の外へちょっとした遠足ってわけか。乗った、行くぜ。え、そういう、ほう、今日はいろいろ目新しいもんが見れるな。おお、待て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 、あれ、戦いなら任せろ。この瞬間がたまらない。こんなとこでもそんな幻じゃないのか。あれはこうなると思ってなかったろ。まだ来るのか。ん？パパが来たぞ。アイリス、待つんだ。遠くへ行くな。また。グレムリン、待て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 、え、アイリス、これは倒すんじゃないの。倒すわけじゃないの。倒すんじゃないの。俺はえ、戦うのと戦わないやつの差は分からん。娘はどこだ。あの子に何をした。彼女には崇高な役目が。お前はガイシアンへの生贄としよう。やってみろ。え、戦っていいのこれは。戦うんだよね。戦うね。倒せないの。倒したの。そんな、え、そういうこと。嘘だ。そういうこと。え、ひでえ。そういうことなの。ここどこ。ジョーちゃん、あいつら話してくれないの。おお、すまちゅうちゅう。なあ、もう大丈夫だ、ジョーちゃん。え？マジで逃げていいの？来るんだったら戦うけど。え、来るんだったら戦うけど。
そういう感じじゃない？っていうか、あれ？やれやれ、現実に戻ってきたな。どっから現実だ？だがまずはお前だ。まともな戦い方も知らないのか？あ、アイリス。中から出てきたの？中から出てきたの？こいつは。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫って言え。おお、ちょっと待って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 。どこに行ったの？多分ショックだよ。ショックで。さあな、だが思い当たる節はある。一緒においで。ロッチでパートナー探す。ロッチにいんの？っていうか、ヴィンセントにされてねえ、自らの手でアイリスを殺したんでしょ？それは記憶封印するわ。てかそれ呪いじゃないんじゃねえの？分かる分かる分かる。耐えられなかったんだ。あの人生最悪の瞬間を再び味わうなんて、うん、あの事件のせいで俺は壊れちまった。俺はずっと散らばったピースを拾い集めようとしてたんだな。娘は大丈夫だと、安らかに眠ってると言ってくれ。え、降りてこいよ。お前と話したいってやつがいるぜ。え、ほら、アイリス、本当にすまない。お前だったなんて、俺はお前を守れなかった。いいの、パパ、泣かないで。よくない。いいわけがあるもんか。お前を失うなんて本当にすまなかった。パパ、許してあげる。それに、もう行かなきゃ。ダメだ。大好きよ、パパ。俺も大好きだよ、アイリス。ずっとだ。さてと、あんたには感謝してもしきれないほど世話になっちまったな。ありがとう。なんつうか、よかったっちゃよかったな。でも今はしばらく一人になりたいんだ。そりゃそうだな。
ついね、それは。人の彼女を口説こうとした魚がなんて言われたかって、このコソ泥め。おい、なるほど。タンクアウトにもう一個なんかあったけど、これはなんだ。大脱出パート2。パート1は？パート1は？ここからでしょ？パート1が気になるけどな。そういやレジェンダリーまた何だったんだろう。ジェイコブス、何かがすぐ近くにいてとても遠い。セブンスセンスのリロードすると発生中の全投射物が最初のターゲットに当たる。はあ、それは強いのか。何かがすごく近くて遠いっていうのは、この場所もそういえばそうだよな。ぐるっと一周しなきゃいけないもんな。よし、
ヤウルあったんだ。ヤウルするものか。超えるだけか。まだ衰えちゃいない。ちょっと ストームフロントってもしかしたら杖？でも待って、ストームフロントの気になるけど、ターゲットだぞ。お前の出るまでじゃない、聞いてね。お楽しみはこれからだぞ。死ねそうだ。うん、強いんだろうか。何今生えてきた？急に？これって本当に回ってかなきゃダメなのかな？めんどくさいな。スイートフルーツ村、そんな名前だったの。あれ
これからは全員鬼強フリントと呼んでくれ。略して、いやまあいいか。私は生涯狩りへの熱い情熱をウィニーに伝えていくつもりだ。その一環としてバッドアスルーピンの首を飾りたい。俗に言うダイヤウルベンのことだ。わかった。それどこ行ってるの。あの左の奥のやつだ。そう、怪我する前に消えた方がいい。スルーしていこうと思ったけど。どうしようぜ。めんどくさいし、先長いし。分かったけど自分で使ったかっていうのは。弾数の問題で一応こう使っていく。
別にそんな不具合はないかな。楽しい語らいの時と行こうか。イエーイ、ナイス。あれ、あ、もう少し着く。久々に死んだな。まったく、二度とごめんだ。では今回ここまでしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。